バレット・ストロングは、アメリカ合衆国の歌手、ソングライター。ミシシッピ州ウエストポイントの生まれである。モータウンレーベル最初のヒットを放った歌手であるが、ソングライターとして、特に音楽プロデューサーのノーマン・ホイット・フィールドと共に、生み出した作品によって、広く知られている。デトロイトのソウルグループ、ノーラン・ストロングザ・ディア・ブロスのメンバー、ノーラン・ストロングと、 ジミー・ストロングはいとこにあたる。ストロングはベリー・ゴーディが創業したモータウンレコードと最初に契約したアーティストの一人であり、1960年にはレーベルにとって最初のヒットシングルとなったマネーを R&B チャートの2位に送り込んだ。この曲は当初モータウンの前身にあたる田村レーベルからリリースされたがラジオでかかるようになると あんなレコードから出し直され、そちらがヒットすることになった。この曲は歌手としてのストロングにとって唯一の大ヒット曲となり、後にリチャード・ワイリー、ジェリー・リー・ルイス、サーチャーズ、ビートルズ、フライング・リザーズ、バディ・ガイなどによるカバーが発表されている。1960年代半ば、ストロングは作詞家としてモータウンのスタッフに加わり、 プロデューサーのノーマン・ホイット・フィールドとチームを組んだ。ストロングとホイット・フィールドは、モータウンの作品の中でも、最も成功し、また評価の高いソウルの楽曲を生み出した。その中には、マービン・ゲート・グラディス・ナイトザ・ピップスの、悲しい噂、エドウィンスターの、黒い戦争、アンディスピューテッド・トゥルースの、スマイリング・フェイセズ・サム・タイムズ、テンプテーションズによる、クラウドナイン、 I can't get next to you, サイケデリックシャック、ボールオブコンフュージョンパパーズエイローリンストーンといった一連のサイケデリックソール系の作品などが含まれている。ストロングはパパワズエイローリンストーンの共作者として1973年のグラミー賞最優秀 R&B 賞を受賞した。モータウンが活動の拠点をミシガン州デトロイトから カリフォルニア州ロサンゼルスに移した後、ストロングはレーベルを離れ、歌手活動を再開した。1972年にはエピックと契約したが、シングル版を出したものの不発に終わった。ストロングはさらに移籍し、1970年代半ばには、キャピトルから2枚のアルバムを出した。1980年代にも、ストロングは活動を続け、独立系レコードレーベルで、 シングルとして、ロック・イット・イージーを吹き込んだ。この時期に書いて、編曲した、ユーキャン、e ペンド・オン、メという曲は、ザ・デルズが1988年のアルバム、セカンド・タイムで取り上げている。2004年、ストロングは、ソングライターの殿堂入りを果たした。2000年、ストロングは、ロック系ミュージシャンで、ソングライターのイライザ・ニールスと共作した曲を、取り上げた、アルバム、 ストロングホルド2を発表したが2008年にはこれをデジタルダウンロードのみで再リリースした。ありがとうございます。